生で飲める魚、あのフィッシング魚屋さんで買ったコリです。それぐらいで買ったコリです。あ、そうですか。ちょっとだからこういう形で。なるほど。うま。簡単な批判ですね。ね。いや、ちょっと私と。あれ、あれ、どれだか分かんなかったですか。もうよかったね、ここちゃんと取れとったね。あなたがね、一番、あなたが一番大事な仕事をしてくれたよ。自分、はい、自分たちの人数分しかないです。今日はね、食べに出れると巻きはね、やっと着きました。Xマウスに到着しております。こんな感じ。あのね、まだ今日4月18日なんですよね。だからあさって日食が起こるんですけど、それでもうこれだけの人がもうすでに駆けつけているという状況でございまして、多分明日あさってになったらもっと人来るだろうから、相当なんか人が集まるんだろうなっていう感じしますね。なんかね、日食も毎回こうやってなんかキャンプサイトがね、その日食が起こるから、その地元のっていうかその国の人がキャンプサイトを作って迎え入れるのかっていうと、そうじゃないみたいで、まあその時と場合によって変わるみたいですね。今回はこうやってキャンプサイトが用意されてて、なんか X マウスニンガル2020なみたいな感じで、いうことでこの日食サイトをまあ作って、みんな利用してるんですね。そう、お疲れ様です。お疲れ。なんかやっとなんかちょっと気緩んでさ飲める感じになりましたよね、本当ね。はい、天竜さんです。はい。どうすこちょーす。天竜さんお疲れ様です。こちょーす、お疲れ様です。ここまでお疲れ様でした。ZFC の黒だ。そうですよ。あれ、カラバリが普通じゃないですか。あ、これね、あのカラバリ出す時間なくて、つか来るの日食の今回の、うん、あの出発のね2日前ぐらいだったんですよ。間違わなかったですね。あ、今回はこれでやって、うん、後で張り替えると。帰国したらからし色にします。あ、なるほど。ですか。ところで山口さん、今日って配信します？今日はね、体力と状況が許せばしたいんですけど、電源ですね、あとは。本当ですか。今日私やっていいですか。あ、もちろんです、もちろん。いいですか。あ、じゃあどうぞどうぞ。あ、じゃあ今日は私やって、ちょっと山口さんお休みしていただいて。はい、OK です。はい、何時ぐらい。まあ8時、いつも8時ぐらいにベースやってますけど、こっちって1時間遅いんでしたっけ。1時間ね、こっちの時計が1時間遅れてる。遅れてるんですよ。だから7時にやったら明日は8時だ。ちょっと一緒に移りましょうよ。ちょっといや、今日ね、あのね、山口さんと一緒ってのがね、私はね、すごい嬉しいんですよ。イエーイ。イエーイ。いや、こっから頑張ります。イエーイ。革命光線がこう出てる。うわ、めっちゃかっこいい、この層になってるの。革命光線かっこいい。濃いつうか、やっぱね、空が暗いんだよ。条件が透明度がいいんだよ、これ。めっちゃかっこいいわ。とちょうどさん、こんばんは。夏の様相ですね。クイシンさん、ビール大ジョッキ2杯目です。こんばんは、伊藤さん。しぶきさん、グッデイさん。はい、じゃあ、乾杯しましょう。KP、このビールめっちゃうまい。昨日まで撮ってきた、あの、南半球の星空の、これ画像処理してないからね、何も。カメラの中にあるデータそのままだからね、これね。これも。おはようございます。飲食、会議飲食前日の朝でございます。今朝、天竜さんがすっごい細い月のめっちゃ綺麗のライブ配信やったみたいなので、リンク先貼っておくので、そちらぜひ見てみてくださいね。今日はですね、みんな機材をセッティングし始めました。明日が
皆既日食なんで、今日のうちにセッティングして、リハーサルをやっておいて、曲軸合わせをしておいて、そのままこう、なぜか、ビニール袋を機材にかばせてですね。で、明日、そのまま撮影に備えるというような流れなんですが、基本的にこう、望遠鏡を前後に並べていくというような感じで、じゃないと、その、みんな、長いレンズとか望遠鏡を使うので、カチャルって言ってましたけど、お互いがね、干渉しないようにこういうふうに前後に設置してるみたいで、後ろに川野さんがいらっしゃいますね。で、お隣は私とずっと行動を共にしていた、動画のプロのカメラマンの野田さんの機材が1、2、3、4台設置されています。野田さんの機材やべえ。やべえ。こんな感じで、さっき海外の方が、この状況を見て、クレイジーって言ってましたけど。本当にこのほら、後藤のマーク X とかさ、やっぱこの、高橋、使ってる方もいらっしゃいました。おSP じゃないですか ?SP 赤道儀じゃないですか木脚、木脚。木脚がね、一番この振動が起きないんですよね。明日はなんか風強いっていう方なんで、天理さんはこちらですね。天理さん、ここからライブ配信する予定でございます。天理さんは、スカイウォッチャーのスターアドベンチャーを持ってきましたね。タイトルさん、ちゃんと PR してますよ。天理さん。忍者レフのこの活用方法はちょっと私も参考になるな。要はあの、機材が頭るから、これでカットするっていうね。こんな感じの設置の仕様。ここだけちょっと、一区画だけ気合入ってて、めっちゃ異様なんですけど。面白い。こうやってみんなが持ってきた機材をこう、ずらっと並べてみると、自分も、なんというか、ね、機材を減らすことばかりっていうか、なるべくその少なめの機材で持っていこうっていう努力をして、いろいろ考えて試行錯誤して、まあ、今回の機材に持ってってるわけですけども。で、なんか、なんだろう。まあもちろん持ってきる持っていけないっていろいろな方法があって、皆さんそれぞれの条件の中で最大限活用してるんですけども、なんかね、自分がこう減らした機材とかさ、本当に正しかったのかなってこうやって見ると思っちゃったりしますよね。私はこの中で一番初心者なので、初めてですから、皆さん何度かもうやられてるんですけど、まあそういう経験も今後に活かしたいかなとは思います。めっちゃ勉強になりますからね。今から太陽観察用のアストロソラフィルターを自作します。これあの SD80HS 望遠鏡のキャップなんですけど、この先端違うキャップついててね、昔の太陽観測用キャップの名残なんですけど、ここにこう貼っていこうと。もともとはこれ裏側にこうやってシリカギリをつけてるんですけど、外して、ハサミでフィルターを切って、ここを加工していくっていうのを、これからやります。要はその、撮影用じゃなくて、本番のその、皆既日食が始まる、その、ダイヤモンドリングっていうですね、太陽が月に隠される直前にピカッと光る現象なんですけど、その前に、ピント合わせを済ませておくんだって。で、こういうペラペラのフィルターじゃないと、ピント位置がずれてしまうと、いうことで、普通のカメラ用のフィルターを使うなっていうことですね。近管理職の撮影とかだったら、それでいいんですけど、だから、これに、ペトッと、これでね、パムセルテープでペトッとつけて、皆既日食になったらこれを外すというような感じでやると。で、これね、みんながおすすめする、国際国際さんで扱ってるやつですね。バーダープラネタリウムっていうメーカーの、そろそろフィット。これが一番いいから、これにしなさいって、川野さんに言われました。まあ、ピント合わせ用なんで指紋とかつけてもいいかなと思いますけど。望遠鏡はこれで OK だね。肩の方いいんだね。ハサミ持ってきたけど。これはシグマの6600用のレンズフードです。だから、撮影の本番が開始したら、このフードごと外すってことですね。よし、完成しました。後ろに、これ、やめたら終わりだから、本当に手順やつかないんだけど。
結局ね、まあ、家でやってこいよって話なんですけど、全然忙しくてね、手回んなかったもんね。ギリギリまで他にやることだって。これで後でテストして、実際に太陽の光が入ってこないかチェックしないとね。まあ、今日だけ使う切り方だから。今、リハーサル中です。で、ソーラーフィルターつけて、今、太陽の方向に向けてどういう風に映るかってやったところなんですけどね。とりあえず、大丈夫そう。なんか、結構でかい黒線出てるね、今ね。太陽活動がすごい活発みたいで。本番はね、ブラケット撮影をするんですよ。私も太陽が、明るいので、で、コロナとプロミネンスっていうのが、それぞれ明るさが違うので、ブラケット撮影で1枚にする、HDR 合成するみたいな感じがいいと思うんですけど、クラウディアップルジュース、ちょっと縁起の悪い飲み物買ってますよね、これクラウディアップルジュース。ここ切ってこれ、雲が出てきた、雲が出てきちゃったよ。大丈夫かな、今日天体写真撮ろうと思ったんだけど。あれもいい雲だな、いい雲出てます。これタイムラプス撮ったら面白いんだけど、今日はね、そっちにデータ使いたくなくて、1テラの SSD の CF エクスプレスの変換のやつをなんか忘れたみたいなんですよ。あれがないから、あの Z9 のデータをこうパソコンにこう移動するっていう作業が必要になっちゃって、タイムラプス撮るとそのデータ容量が圧迫されたりとか、パソコンの電源、パソコンってデータを移すのにすごいパソコン電源食うんだよね。そういうのをやりたくなかったので、まあ、ちょっと今日はやめとこうかな。これいい雲出るんだけど。でですね、今現地時間で4時半なんですけども、そこそここう人が集まってきたなっていう感じはするものの、あれこんなもんっていう状況でもあります。もっと来ると思ったからさ、結構スカスカなのよ、キャンプサイトは。もしかしたらあとは当日入りの人がメインなのかもしれないですね。はい、皆さん準備に余念がありません。やっぱ結構日差しが強くてね、みんな真っ赤っかですね。私も日焼け止め塗ってますけど、それでも結構真っ赤っか。野田さん何してるんですか？太陽ガイドのテスト。あ、そうかそうか、今初めてやるんですもんね。もうとりあえず繋ぐところから。これが炭素ネジ8本持ってこれ25ドルですよ。あ、25ドル25ドル、1本250円。あらー、デュラセルじゃん。いい、まあ、ちょっといいやつだからしょうがない。いや、しょうがなくはない、ちょっと高いな。1本250円ですやばくないですか、やばいやばい。どうですか、太陽ガイドできてますね、ちゃんと。いや、ちょっと今ずれてね、ちょっとなんか違うみたいですね。あー、そうなんだ。ずれていく。赤道儀、河野さんの手が入ったやつですか？あ、そうそうそう、後藤の 6.5 センチってやつが、フィアスティックの川野さんが改造してモーターを。なるほどなるほど。まあ下もですね。うん、そうですね。すごいな、温故知新的な赤道儀。今回作ってもらったんです、これ。今回用に。これもう特注でこういうの作ってよって言って作ってもらったんですか？いやいや、前はね P2 でやるつもりだったんで。ああ、そうだそうだそうだ、高橋 P2 です。そうそう、そうですね、うん、送ったんですけど、もうあんたこっちにせんねんって言われてこれにされました自動的にこれにされました。この一区画にやたら天体望遠鏡仕掛けてるのがやっぱすごいなんか目立つみたいで、めちゃめちゃ海外の人に声かけられます。今もそっちで応対してますけど、めちゃめちゃ海外の人に話しかけられます。津村さんがね、こう自作のこの40センチの天体望遠鏡に、あ、こうやって英語の文章をつけてるんだ、だからこれ見て話しかけてくるんだ、すごいね。津村さんがね話しかけられてたんですよ。そういうことなんだね。これ参考なんだ。俺もなんかやるときこうやってやらないとな。失礼だ。だからそれぞれのカップにどのぐらいの濃さのがどんだけ入ったかというのをもう抽選です。よいしょ。いやー、この砂漠の中でこういうコーヒー飲めるのはオアシスですよ、マジで。天理風コーヒーじゃん。つむらさん、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。随分安いな。いや、でも、あ、あ、車は、癒される。寝たらかみたいな感じで
前なんか言われたんですか。ということは宿泊どうするの。宿泊、ああ、夕日が綺麗だ。あ、さっき雲出たけど、晴れそうですね。今日も。今日はじっくりテスト撮影ができそうだな。今日やることは、曲軸を完全に合わせて向いて、そのまま放置して、で、明日を迎えると。いろいろ不安材料はないわけでもないんですが、あれ、歩いてるの野田さんじゃないの？石田さんたちが見えるよ。あ、ほんと？ああ、じゃあ、いいね、こっちで。渡っちゃいましょうか、これ。こうってなったら、もう右に避けるしかなくて、でゆっくり右、ゆっくり、ちょっとゆっくり目に右に避けたから、あったら、案の定動物って光るに寄ってくるじゃないですか。うんうん。で、バーン、あ、避けた方に来たんだ。そうそうそう。あー、なるほど。ありえない。なんか、事前に、いただいたアドバイスで、カンガルーとかに会ったら、もう迷わず止まるなと、進めって言われてたんですよ。避けるなって言ってたよね。危ないから逆に。そうそうそう。避けたら危ないって言ってたよね、逆に。そのまま止まってたら多分後ろからバーンって、こう、コンボイみたいなやつに、ぶっこって。あ、はい。死んだ。あ、おはようございます。え？あ、多分最後。あ、もう最後です。最後。はい。時間が間違えてるし、お酒は持ち込みだ、になってるんだって。はははは、マジっすか。あらららららら。藤田さんの分は、別に一緒で、はいはい、ああ、そういうことね。で、なんか、一人入れたらそのまま一緒に食べたいなっていう感じで。もうだから、断られたらもう、でも全然すいませんみたいな感じですよね。全然僕。そう、せっかくだから一緒にね。ちょちょちょ席あれば問題ないでしょ。すごい。すごい。なんだこれ。すごい。何これ。めちゃめちゃうまそう。マッシュルーム。チキンも。あ、なんか取りすぎた、もう。もう取りすぎた。やばい。あ、これお腹いっぱい食べちゃうやつじゃん、これ。これ、明日すべて終わる可能性を決めてますね。あはは、怖いっすね。怖い怖い。生ガキがあるんだ。いや、僕は今日はやめときますが、ちょっとリスクありますか。行く行く、わお。すごい盛り付けの、ちょっと。ビュッフェって盛り付けのセンス出るよね。これなんだろう。なんか美味しそう。うん。一個もらっとこうかな。ローストビーフイズ。わー、すごい。すごい。完璧。ああ、揚げ物。ポテト。あ、なんか美味しそう。キッシュみたいな。これもらおう。まずい。カレーがあるな。カレーがあるな。あー、カレーがあるぞ。ビーガンタイカレーだ。ビーガンタイカレー。うわ、なにこれ、めっちゃうまそうじゃん。あ、やばいな、今日。どうしよう。でかっ、肉でかい。いや、この辺にしとこう。今日もセンスのないご飯に行きました。ローストビーフ、ローストにしよう。あ、うまっ。肉うまっ。あ、これでも美味しい。あ、柔らかい。誰かビール頼んだ。ビヤビヤ。あー、これが、
おはようございます。成様です。ついに、金環回帰日食当日を迎えました。みんなですね、今もう機材は設置し終えてて、絶対にこの三脚は蹴るなよという状態ですね。これを蹴っちゃうともうぶち殺されますね。っていう状態で、みんな昨日のうちにですね、曲軸合わせをして、そのまま放置してお休みになられてます。で、私はというと、まあ、ここにあった2台ですね。左の赤道儀は、Acer Air っていう、アプリ、デバイスを使って、こいつにの指示に従ってこうやっていくと曲軸が合わせられるってやつなんですけど、右のタイプは、まあ、スワットなので自力で曲軸を入れなきゃいけなくて、昨日はですね、まあ、12時前の作業はずっとそれですよね。双眼鏡を見ながら、どこだどこだって言いながら、こう曲軸を合わせていくっていう練習を、4時間ぐらいやってましたけど、まあ、おかげで南半球の曲軸合わせもちょっとできるようになったかなっていう感じです。今ね、すごい朝焼けの状態なんですけど、とてもいい天気です。このまま持ってくれればいいかなと。昨日は12時以降ですね、星空はバッチリ見えていたので、そのまま撮影をしてですね、なんかまあ野宿みたいな感じで、ここで寝て、ここで目が覚めたっていう感じで、椅子でベッドを作ったんですけどね。そんな感じで朝を迎えてます。で、まあ、ついに、日食かという感じですが、うまくいくといいですけど、まだなんかちょっと、機材どうしようかなっていうか、持ってきた機材のうちどういう組み合わせでやろうかなみたいなところで、ちょっと今まだね、悩んでるところがあるんですけども、まあ、全部 100% 成功とは言わずとも、ね、半分ぐらいは成功させたいなっていう感じですかね。機材紹介。これ使ってるのは今、ビクセンの SD81S 鏡頭に、これ EOS R がついてますね。改造機。こっちに Acer Air とガイドスコープがついてます。Acer Air プラスか。とガイドスコープですね。で、マウント赤道儀が、クルックス140トラベラーというタイプで、両方の三脚につけています。テモハーストミタさんからこの度、日食に合わせてお借りした、ハーモニックドライブ赤道儀の先駆けになったやつですね、日本ではね。ウェイトレスでいきます。本当は、まあ、つけた方が安全なんですけど、荷物減らしたかったので、で、搭載可能重量的にこれかなと。で、こっちめちゃめちゃ低くに設置してるのは、これスワット350か。と、両方との LM362C。で、これ今は、まあ、GFX がついてますけど、望遠レンズを乗せる予定です。南半球での曲軸合わせっていうのをね、ASAIAI に頼ってもいいんですけど、まあ、ちゃんと自分でもできるようになりたいなってことで、今回持ってきました。で、三脚なんでこんな低くしてるのよっていうのは、荷物、まあ、減らしたかったっていうのがあってね。ラゲッジスペースを確保したかったので、それで、短くて太い三脚を持ってきました。ただまあ、周りにこうやってね、望遠鏡がこういう風に立っちゃうと、撮影中にこいつの画角に、誰かが入ってくるんじゃないかな、みたいなの、もしかしたら、あるかもしれないんですけど、今日の日食は高度が高いので、まあ、問題ないかなと思うんですよね。倉庫行ってる間に、朝焼けももう終わりかけです。あ、こっちがすごいピンク色だ。映んないか。映んないけど、太陽が昇ってきました。あれが、約4時間後に日食になるわけですね。この辺で起こるんだって。そういえば、我々テレビに紹介されたって聞きました。あ、暑いんですか？オーストラリアのテレビで、なんか、X マウスのその日食観測特集みたいなやつがあったらしく、それで、日本から22人の観測チームが来たみたいな。で、ここでなんか、我々がご飯、昨日行ってる間にここでロケしてたんですって。山口さんがなんか投稿してくれてましたけど。あ、そうなんですか？で、だからみんなこんなに来るんだって。テレビ見て、ここ行ったらなんか、星見しまえるのかなみたいな。ことなんじゃないかという。はいっす。とりあえず、機材をセッティングし終えたので、行きたいと思います。機材紹介、今ね、こういう状況になってて、みんなもうフル稼働ですよ。
すげえ。すげえ光景だな、これ。すごい光景。でもみんなそれぞれ、おのおの。はいはい。俺も座ったことあるよ。あ、拡大ね。カップして。あ、14枚まで来た。うん。で、写真コーナーの場合、ここで、14枚まで来た。で、あとはこれで動画戻すけど、ね。で、動画に切り替えて、多分ピント位置は同じなはずなんで。で、露出補正。あと、まあ、約、2時間。ビキセンのソーラーブックによるとですね、会食の最大11時31分。第一接触で。うん。はい、1時間前にリコールしますので、うんうんうん、第一接触まで1時間前から30分前、15分前、うんうんうん、10分前、5分前でシャッタースピードだけで行きなさいってことか。いや、できたよ。もうできた。いや、もう何回やったもん。練習したって、なんで覚えてないんですか。あなた今、練習したもん。子供みたいになってうちの間違って機材なんですけど、機材なんですけど、いや、砂がすごいや。めちゃめちゃ砂入る。これがね、動画です。これは、N ローで撮ります。N ローで撮って、動画を撮影します。もう動画はね、後で何とでもなるようにしとこうかなと思って、Z9 を持ってきました。で、これはね、SWAT なんですけど、ちょっと無理やり感はあるんですが、ここにあるシグマの、60-600 のレンズに、シグマ FBL で、これはブラケット撮影をします。で、こっちもブラケット撮影なんですけど、フルックスに、SD81S に GFX をつけて、このブラケット撮影。で、撮影中の様子は、こっちのインスタ 360X3 で動画を撮ります。で、今あそこに見えてると思うんですけど、車の上にね、インスタ 360、RS1 インチ、ライカのやつですね、をつけて、あっちはインターバル撮影をします。はい。という感じですね。めっちゃ忙しいし、緊張してきたし。で、こちらがですね、我らが天竜さんがライブ配信をやろうと思ってるんですが、まあ私よりも機材は少ないのかもしれないですけど、でもプラスライブ配信って結構きついよ。じゃあそれより持ってきてるじゃん、天竜さんも。双眼鏡で楽しもうともしてて。え、星さん、ライブ配信大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。バッチリもう。バッチリ。うわぁ。それが天竜さんの機材ですね。α7S で配信するのか。スターアドベンチュラーを使ってますね。うん。で、ちゃんと双眼鏡持ってきてるの偉いなぁ。私今回ね、双眼鏡をね、泣く泣く削ったんですよ。まあ、発電機を持ち込んでくれた。さあ、とりあえず時間が経つのを待つか。使って、やっぱり予報通り風が出てきて、土ぼこりがすごいです。テレビ?あ、戻ってるんだ。キャスターの方が。SNS でリツイートしていただけたら、すごく、天竜さんの励みになります。ありがとうございます。それお前が言うことだろうっていうことを言っていただきまして。いやもう、ね、奥ゆかしいんでね、天竜さんはね。うん、私はちょっとズケズケと言いますから。ズケズケと。外部から言いますから。じゃあ、ズケズケな。そうそう。スピリットを学ぶぞ、この大陸で。このチャンネルを気に入った方は、チャンネル登録とグッドボタン、そして通知をオンにしていただいて、スパチャをぜひお願いします。いや、これを見てるみんな、チャンネル登録すんだから、まだなの？チャンネル登録まずしよう。そして次は、スパチャだ。スパチャだとか言って。僕にスパチャするといいことあるかもよ。なんで？いやでもね、本当にね、毎回ライブ配信のために今回言ってるんですけど、この配信するためにですね、スターリング衛星というのを、山口さん、天竜さんが手配しまして、わざわざこれ送ってんですよ。そう。で、みんなにこの感動をね、共有しようという、この気概。っていうか、めっちゃ今回配信頑張ってますよね。結構数だけやりました。いや、私無理こんなにやるの。無理だって。他にもいろいろやってらっしゃるじゃないですか。ねえ。まあ、大沢さんが、この視聴者さんを、すごく大事にコミュニケーションされるんで。はい。私割と雑になんかこう。雑に読み上げて。雑に読み上げて。ちょうど間を取ったらいいかもしれない。かもしれないですね。そう。こんなこと言ってる天竜さん、もうすぐ還暦ですか？もうすぐ還暦。もうすぐ。あと、なんか、半年ぐらいで、5ヶ月で赤いちゃんちゃんこですからね。やったぜ。いいえねー。1日だけプロフィールをちゃんちゃんこに変えます。面白いそれ。
それエイプリルフールだったら面白いですね。え、嘘なの本当なのみたいな。嘘です、本当です。嘘であり、本当であり。うん。嘘でやってほしいみたいなね。ハゲがこれ月なんですね。で、こう、太陽の前を月がこう、ちょっと通りますよ的な感じで通っていくってことですよね。で、今回このなんか、皆既日食になる時間が、どのぐらいでしたっけ？弱。1分弱。50分くらいですかね。で、なんか、皆既日食って今まで、もうちょっとなんか、3分とか4分とか長いのあったり。はいはい。今回どうしてこれ短いんですか？なぜか。で、これ、かざした手で、月の欠け、月じゃないや、月食の欠け、あ、これ、麦わら帽子すごい。麦わら帽子すごい出てる。日食の欠け方がわかります。面白い。大改正ですよ。雲一つない。持ってる。現在の時刻が、11時5分、あと25分か。で、会期の時間が1分しかないんですよね。うん。半分ぐらい太陽が欠けた状態なんですけど、涼しくなりました、すごい。日差しが優しくなって、あんなに暑かったのに。風も少し弱まってくれたんで、よかったですね。なんかもう泣きそうなんだ。ただいまの時刻が11時17分。あとね、30分を、あ、違う、15分を切りました。皆既月食前30分を切りました。だから、寒いぐらいですね、ちょっとね。ちょっと涼しくなってきて。天陸さんもライブ配信頑張ってますし。そうするとね、残像が欠けています。天陸さんが配信頑張ってまーす。なんか、我々以外の方々もこう集まって、ね。みんなスタンバってんな。うん。よし。で、やることは、ダイモンドリングの時間になったら、フィルターを外す。3つ外して、レリーズをする。動画を撮る。で、やったら、双眼鏡で見に行く。もう投げ投げてくる。もうこっち何も触らなくていい。なんかもう、見えてきた。ちょっと来てない。来たね。テニーさん5分前だよ。どんぐらい行きますか。700。おお。もうちょっとで1000。もうちょっとで1000。もうちょっとで1000です。わあ、暗くなってきた。急に暗くなってきた。ちょっと眩しいような光り方独特だね、この、うん、このね、光り方この光がね、楽しそう。ああ、今大丈夫から隠れてるわ。あ、1分目ほんと、金銭見えた。ああ、プロデュースが見えてる。今、フィルター外しました。フィルター外した。フィルター外れます。はい、そうしました。よし、めっちゃすごい。わあ、すごい。
夕焼けになった。特別な日食ですね、これ。撮ってるの忘れた。ずっと思ってたけど。言葉になりません。初日食、すごかったです。あらました。夫婦で泣いてるよ。夫婦泣いてる。多分私を見てもらい泣きもしてるけど、ダブルで泣いてる。皆既日食、金環皆既日食か、正確には。終了しました。はぁ、すごかったよ。これ、ギャン泣きしちゃったね。ギャン泣きしちゃってさ、もう言葉になるの、今だいぶ落ち着きましたけども、なんか、さっきはね、もう、なんか言葉を話そうとすると、こう、おえつを漏らすというか、そういう感じの状況で、ちょ、撮れ高を見たんですけど、まあ、完璧ではないにしろ、なんとか撮れたかなっていう感じですよね。うん、ちょっと自分の修行不足のところも出ちゃったりして、まあ、そこは次回の課題かなと思いますけど、
次回って来年あるんだけどね。チリだっけ、アルゼンチンで。それ行くかどうかちょっとまだわかんないですけど。よかったです。で、ここからですね、片付けしてる人とそうでない人といるんですけど、チームは、半分に分かれます。半分は、要は帰るですね。で、もう半分は、ここからディープな東、西オーストラリアの国立公園を一週間回って帰るっていうことで、私はそのディープなコースになってるんですけど。だから明日からは南半球の、星空撮影旅という感じになります。とりあえず、今日、まあ、というか、とりあえず、この動画はここまでになります。したっけねー。